でも、やばっ。うわぁ、始め。いけ、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 いけ。はい、今日のギルちゃんです。今日はですね、はい、ちょっと趣向を変えまして、はい、ゲストをお呼びしております。早速呼び込んじゃっても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、呼んでください。 YouTube クリエイターの皆さんです。どうも、おはようございます。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 クリエイターの皆さんです。ないっすよね。聞きますよ、もう無人島とか見てますよ。スポーツ、まあ、空手とかをちょこっとやったから、どういたいと思います。まあ、キユー選手の前で言うの恐縮だけど、まあ、足がまあまあ胃の中の皮使いが出てるけど。あ、いいのです。中学校ぐらいまで野球をやってたんで、まあ、瞬発力はまあちょっともうヒュンヒュン感じて中学時代までは、ね、野球やってまして、まあ、ボロボロで結構ね、活躍してましたね。ずっとベンチでした、彼は。翔です、お願いします。まあ、サッカー中学の頃やってて、まあ、足にはちょっとだけ、ちょっとだけ出てるんです。ちょっとだけ俺ら足でしょ。ちょっとだけ、ただ鍛えてるんですよ。どうも、加藤翔です。中学まで陸上やってました。お桐生さんと、桐生さんと同じ短距離で、はい、お前、同じ短距離だったよ。みんなほんで足しか自信ない。同じく、桐生さんと同じく、はい、アミューズに所属している YouTube クリエイターでございます。で、今日はじゃあ何をしていただくかと言いますと、桐生、はい、選手と第2グループで、新体力測定勝負いただきます。無理でしょ。いや無理っすよ。第2グループが1つでも勝ったら、勝つことが、桐生選手に勝つことができたら、第2グループの勝利です。あの1つですか？1つで大丈夫です。1個勝っただけでもすごいでしょ。いや、いけんじゃない。じゃあいけんじゃない。皆さんちょっとアスリート舐めてます。早速、6種目の競技種目を1つずつ紹介していきます。立ち幅と反復横と、上体起こし、わかりますか？腹筋だね。腹筋ですね。握力測定、長座体前屈。長座体前屈の気がするし、これ勝っちゃうかもしれない。20メートルシャトルラン。一番嫌だな。これはちょっと。これをですね、第2グループのみんなは、それぞれ誰が何をやる、これこの後で作戦会議していただきます。はい、意外と勝てそうな種目っすね。それはそう、走らないんで。そう、走らないんで。やっちゃいます。もう一回やります。アスリート何歳だったの？もう一回やります。そんなのもやってみたら分かんない。2歳しか変わんないですからね。そこの今目の前のラインですね、この目の前のラインから、1つ目のこのコーンが2メートル、2つ目が3メートル、3つ目が4メートルと。必要にいけるでしょ、これは。負けんなよ。これは負けんで、これはってか全部負けたら嫌だな。いや西は飛ぶよ。もうだって来ますよね。なんか見た感じ体力もそんな変わんないですもん。でも筋量もそんな変わんないと思う。よし、いけよ。ちょっとね、お見せだ。本気。俺は押すよ。いいよ、いっちゃおう。いきます。いきます。ちょっと怖いわ。待ってね、タイミングね。緊張が決まってるんだけど。着地しっかりしろよ。手だ手だ。あ、お前そこもつくなよ。そこもつくなよ。お前ひどいわ。ひどいわ。おお、お前チェホンマンじゃねえかよ。おお、なんだよもうそれ。チェホンマンの身長飛んだだけじゃねえか。までもないだろう。どんぐらい飛ぶんだろう。うわぁ、
気。あーもうこれ本気出してないじゃないですか。これもう上と60ですか。よかった体力温存できました。もう余裕持たれたって言ってるから。立ち幅跳び、桐生選手の勝利と。たまたまっすからね。あんまなんか勘違いされたら変わらない。さっきの盛大な振りが効いてました。悲しいなんだよ。マジで悔しいわ。ガチで勝ちいった。いやマジで勝てないです。あんなみたいな勝ちがないです。マジでちょっと余裕持たれた。待って待って待って、この辺りがもう一致明かしててやばいですよ。おお。中央ラインをまたいで立ってもらって、はじめの合図で右側のラインを越すか、または踏むまでサイドステップし、ジャンプしてはいけない。で、次に中央のラインに戻り、さらに左側のラインを越すか、または触れるまでサイドステップするっていうのが、反復横跳びです。ギリギリのとこ攻めた方が動きはちっちゃくて。確かにちょっとでも進めた。時間はですね、時間は20秒です。お、いやもう20秒ならねありますよ。これは30秒はきついけど。はい、ということで桐生さん、はい、次反復横跳びです、はい、これももうこれもいけますよね。誰が来るか分かんないけどこれいけますよ。これいけますよね。はい、ということで、次の反復横跳び、第2グループ代表どなたでしょうか。私です。プロみたいになってんじゃねえか。反復横跳びいきますよ。それではよーい、始め。10秒。もっとギリ踏めって、もっとギリ踏めって、もっとギリ踏めって。5秒前、4、3、2、1、0、終了。めっちゃ自信ない。第2グループ、飯野くんの成績は多分50。50すごいっすよね。カウントはいくでしょうか。私56だったんですけど、多分いいんじゃないかな。ちょっと大丈夫ですか。いや大丈夫ですか。それなら僕60とかだ。では反復横跳びも、桐生選手の勝利ということでございました。いやこれは無理よ、正直見てて。やばいよ、結構無理よ。いや状態としても多分無理。無理よ。いやでも握力と長座で頑張る。もう長座よ。第2グループのメンバーは、どなたから。僕が行きましょう。僕が決まってたんでしょう。須藤くんがめっちゃマッチョの YouTuber めっちゃ見てますからね。須藤くんが自信のほどは。まあ勝つ気はあります。勝つ気はあるってどういうことですか。勝つ気はあります。気持ちだけは気持ちだけは持ってるんで。今朝これさすがにやっぱり腹筋はまあまあここしかも乗り越えたらもうこんなんか全部いけそう。いやこれ負けらんないっすよ。まずこの状態起こし、マット状で仰向けになります。で両手を軽く握って両腕を 胸の前で組む。両膝の角度を90度に保つ。なのであとここで補助者が必要になります。で補助者は、測定者の両膝を押さえて固定をする。で、初めの合図で、その仰向けの状態から両肘と、両太もも部がつくまで、状態を起こします。で30秒間状態起こしをできるだけ多く繰り返した方の勝利でございます。おめでとうございます。桐生選手の、お前桐生さんの足だぞ。大丈夫、何かさ怪我とかさせたら国から抹殺される。選手生命の抹殺だろ。そうそうそう、それ1回。あ、これで1回ですね。テストですね、はい。これで1回ですね。いけんじゃないっすか。これで1回じゃない。いや、これもう行かしてもらいますよ。もうそれではよーい、始め。15秒前。
10秒前やばいやばいちょっと待ってやばい5秒前4321 0終了やばい無理やってすごいやばいでは第2グループ須藤くんの、結果からいくつでしたでしょうか32回。おお。じゃあ1秒に1回ずつ1回以上桐生選手の結果はいくつだったでしょうか32回。おお。やばい。いやこれ1分だったら負けてたんじゃない1分だったら無理やしかそう物理的なさ限界もう30秒でも無理だったもん俺30秒だからいやもうこれ勝ちでいいんじゃないですかいや勝ちに等しいところって初めて聞いた桐生さんにドローっすよいやでも嬉しいっすね焦りましたいや大丈夫やべえちなみに今本気でやりました本当っすか本気でやってる本気でいやでもこれ30秒だから30秒でこれ1分だったらもう多分俺も40秒ぐらいでもう倒れてますこの勝負ドローまだまだよやばいやばい怖い怖いおー